どうも庄司です。さあ今日はですね、一度は演じてみたいシーン。さあ、まああんまりねこうドラマのオファーなんていうのはございませんので、でもね、憧れのやってみたいシーンというのはね誰しもあると思いますけども、今回はですね僕が、一度はやってみたいシーン、そちらをですね、このチャンネルでやってみたいと思います。まずね僕がやってみたいシーンはですね、やっぱりこうなんていうんですか、こう刺されて苦しんだ後にのたれ死ぬというかね、刺された後にこう苦しんだ後にうわあって死ぬシーンですよ。これねやっぱ男だったらね誰もが憧れると思います。そちらのシーンをちょっとやりたいと思います。ちょっともうリアルにこう苦しい感じを出したいので、ちょっと役作りの方やりたいと思います。オッケー、よし、役作りオッケー、来た、役作りよし、よーい、スタート。Oh my God.
ありがとう。さあ、いかがだったでしょうか。結構いい演技できたと思います。いやー、ロープトレーニングで役作りするとやっぱり息が上がりますからね、心拍数が上がりますから、やっぱ刺された後の演技を、刺された後のね役作りをするにはやっぱロープトレーニングが持ってこいですね。なかなか聞き迫るお芝居ができたんじゃないでしょうか。いやー、まさかねロープトレーニングで役作りしてるとは思わなかったでしょう、ナイスアクター、素晴らしい。ということで以上です。チャンネル登録お願いします。